1年を締めくくるグランプリレース有馬記念。果たして今年最後の栄光はどの馬に輝きますか。さあ、あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢は北三ブラックか、それともシュバルグランか。果たして先頭に行くのは。山勝エースが上がってまいりました。北三ブラック、外から行こうというところ。それから7番シャケトラ、サウンズオブアース、内を通りまして4番ブレスジャーニー、その後ろでやりましょうか。里のクロニクル、その外レインボーライン、それから12番里のクラウン、スワーブリチャード、そのうちシュバルグラン、そしてその後ろからルージュバック、それからクイーンズリング、13番ミッキークイーン、ほとんど馬体が合っています。そのうちからは9番サクラアンプルール、外から1頭15番カレンミロキック、そしてしんがりから当選ビクトリーという展開です。さあ、前の方はどうなっているのか。これが先頭、北三ブラックでやります。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー、それからもう1頭7番シャケトラ、山勝エースがそのうちにいます。そして4番手にサウンズオブアースでやります。内を通ってブレスジャーニー、里のクロニクルがその後ろ、その外からはレインボーライン、里のクラウン、外を通りまして14番スワーブリチャード、そしてそのうちにルージュバック、シュバルグランが並んでいっています。3番クイーンズリング、外を通って13番ミッキークイーン、内から1頭9番サクラアンプルール、その外に15番カレンミロキック、5番当選ビクトリー、これがしんがりでやります。依然先頭2番北三ブラック。さあ、中山競馬場は大歓声でやります。先頭行く白い帽子は北三ブラック。怖い馬が来た。10番シュバルグランだ。いい足で上がってきている。シュバルグラン懸命に粘った北三ブラック、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。シュバルグラン懸命に追った。外をついてシュバルグランが来ている。北三ブラック1着。有馬記念勝ったのは2番北三ブラックだ。この子は結構見込みがあるわね。1着、2番、2着、当番、3着、14番以上のように確定しました。